さーて、どうしたものかな。邪魔するぜ。何やってんだ。どうしたんだその段ボール。知らん知らん知らん。自分で頼んだんじゃねえの。貧血なのに通販なんかするかよ。あそっか。あそっかじゃねえよ。とりあえず開けてみたらいいんじゃね。ゴミ出んのやだ。思考するわ。タバコ。タバコだな。未成年なのに吸うかっての。何でもかんでも投げんなよ。てかあんだけでかくて一本かよ。あっそうだ、タバコといえば。はい、どうも。かなり強引に本編に持っていった感の否めないウプ主のハルトです。茶番向いてないんじゃね。そんなに悪く言わなくてもいいじゃないか。たとえ今は見るに耐えないほど下手でも。そこまでは言ってねえよ。下手な鉄砲数じゃ当たるって言うだろ。つまりやってやそのうち上手くなるさ。なるといいな。バカにしてんのか。してねえよ。だからよ、止まるんじゃねえぞ。ということで今回解説する SCP は、するかよ。 SCP-013 ブルーレディタバコ。はあ、オブジェクトクラスはセーフだぞ。先に言っておくけど今回の SCP は概要と特徴だけの説明になるぞ。なんでだ。これは自分で読んでそれぞれで考察した方が面白いはずだからだな。本音は？ちょっとわかんないからです。はい。ダメじゃねえか。まあでもできる限りは頑張るよ。それじゃあ行こうか。あ、SCP-013 はこれまでで最も多い240日本の同じようなタバコの集合体で、そのどれにも青いインクの手書きで、ブルーレディって書いてあるんだ。ここまでだったら普通のタバコ。ここからがマグマなんです。同じネタ。黙れ。こそネタのことは置いといて、こいつの異常性だが、タバコというだけあって吸ったら発言するタイプなんだ。なんか麻薬みてえだな。ほぼ全く同じようなもんだぞ。びっくりするから重ねてくんな。それで麻薬に近いってのは吸ったら狂っちまうってのか。見方にもよるけど、一種の幻覚作用というか、本当の意味で自分が自分じゃなくなっちまうんだ。ん、それはどういうことなのぜ。作用の説明するとすっげえむずいから内容でなんとか理解してくれ。こいつを吸っちまった被験者は、多少の差はあるものの全員が例外なく、自分自身は身長約160cm で体重50-55kg の、年齢が25-35歳の、黒髪壁眼青紅女性だと認識するんだ。なんだ、性癖か。ちげえよ。まあいや、おいこら。つまり吸ったら女になっちまうってことか。本人の感覚限定でな。こいつを吸ったやつはその後一週間かけて、自分の体が女性のものに変化していくのを感じるんだ。思い込みの激しい学習って解釈で合ってるか。あながち間違いでもないのがなんとも。合ってんだな。その認識で固定すんな。じゃあなんだってんだよ。この認識錯誤は一度なったら絶対に治らないんだ。だから思い込みというよりは、人格操作に近いかな。なるほどな。まあ実験されてないだけで、例の万能薬先輩ならなんとかしてくれるんじゃねえかな。ことあるごとに出てきそうだな。SCP-500 の万能薬。またも登場だが、毒を持って毒をフェイスってことだな。なんたるデジャブ。言い方を変えれば、コナンという死神を持って殺人事件の真相を暴くってことだ。言わなくていい真相だな。ちなみに240日本のうちの25本は収容室ではなく研究所に収容されてて、その異常性に関する研究を行うか行わないか審議中だそうだ。研究って、薬中増やしてどうするつもりなんだか。全くその通りだな。さてこんなところで今回の解説は終わりだ。この無能の力じゃ解説できなかったホイに関しては悪いんだが、本家読んでくれ。許してヒヤシーズ。真面目にやれ。というわけだ。すまんがよろしく頼む。楽しんでもらえたなら幸いだ。よかったらまた見に来てくれな。それじゃあ諸君、さらばだ。最後までご視聴してくださり本当にありがとうございます。このチャンネルが面白くなると思ってくれた方は、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもいろんな動画を上げてますので、概要欄からそちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。